中高年の味方、侍従長です。今日はですね、マイポイントのですね、キャッシュレス決済というとがですね、2020年、9月1日から始まりますのでですね、その前にですね、マイナンバーですね、こちらがマイナンバーなんですけど、まずこれをお持ちの方はですね、7月1日からですね、この発行するためのですね、ID ですね。ID のですね、予約ができますからですね。まあそういうことで、これがですね、マイキー ID っていうのがですね、これが、一応ですね、今日現在はですね、今日が26日ですね。6月26日から、28日。これは、ちょっと今、この予約ができない状態にちょっとなってますからね。その以降ですね。書いてある通り、7月1日からすればもう間違いないと思います。まあ、これもですね、最初のうちはですね、集中すると思いますから、かなりですね、もうつながらない状態にはなると思いますけどですね。まあ、だから、7月1日から、1日ですから、少し余裕を見てされたがいいかと思います。まあ、そういうことでですね、今日はマイナポイントについてちょっと少し話していきたいと思います。このマイナポイントですね、金額的に言えばですね、5000円のポイントがつきます。5000円ですね。だから、そのマイナポイントとして5000円分がつきます。これが金券というかですね、それで買い物できますからね。だからこれはですね、要するに、簡単に言えばですね、これを使うことによってですね、だけその25%ですからね、この25%が、入金したりですね、チャージしたり、チャージとかですね、使った場合にですね、その使った金額の25%がですね、ポイントがつきます。その上限が、5000円ということですからね。5000円ですからね。結構金額的には大きいですからね。だからそのためにはですね、ちょっと何回も言いますけどですね、このマイナンバーですね、これは私の写真、これが私ですからね。こういう感じで、マイナンバーのカードが持たないとできませんからですね。まずこれを作るというところからですね。だから、できたらですね、この機会ですから、早めにこれをですね、マイナンバーカードですね、作られたがいいと思います。これがないと始まりません。それとですね、いろいろ方法としましてはですね、これに、マイナポイントで登録されてですね、それを登録しただけじゃ全然、5000円とかはなりませんからですね。それにはやっぱクレジットカード、電子マネー、コード決済で、お買い物するか、チャージするかすればなるということですからね。同じですね、クレジットとカードを使うなり、コード決済を使うなりにしてもですね、できるだけその人に合ったですね、自分に合った方法をされたが、使い勝手がいいですからね。して、5000円のポイントもですね、期限がありますからね。そういうとこも含めてですね、自分が一番どういうのがいいのかをですね、自分でですね、どうするかをされたがいいと思います。クレジットカードを使うなりですね、コード決済するなりですね、コード決済、そういうのも含めてですね、だけ、私の場合をですね、個人的に言えばですね、私はこの、
キャッシュレスで5%のですね、ポイントが貯まるようになって、その前からでもあるんですけどね、ほとんどクレジットカードをもう使ってます。もう小さい金額もですね、昔というか、ペイペイをですね、申し込んでおります。スマホの中にですね、ペイペイがありますから、ペイペイを使って今回は使おうと思います。ペイペイはヤフーですからね。だけペイペイを使うとき、ヤフーカードでですね、ヤフーカードからまたキャッシングすればですね、両方にこうポイントがついていきますからね。これはもう大きいと思いますね。そういう、だけ例えばですね、ペイペイを使ってですね、ペイペイを使いまして、ヤフーのですね、クレジットで入金すればですね、この場合、他のは別としてですね、ペイペイ加盟店請求書支払いサービスで0.5%がこうあります。それとですね、ヤフージャパンの対象サービスとして1%がありますね。だから一応これで1.5%プラスにいうことになります。また25%は別としてですよ。別としてですね。それとですね、適用期間の付与率がまた、ヤフーカードの場合はですね、利用金額が10万以上達成で、また0.5%プラスということですからね。10万円というのはですね、使い方によっては10万円なかなかいきませんけどですね。大きい金額をすればもうすぐ行く金額ですからね。そういうことで、どういうのをですね、使っていくかですね。そこら辺がちょっと大事になります。だからまず一番はこれですね、マイナンバーカードを作ることですね。それを作りましたら、2番目にですね、このマイナポイントのアプリに入りまして、マイキー ID ですね、 ID を作る。そこまでいけばですね、あとは自分がどういう支払いをするかですね、選択するということになりますね。クレジットカードで行くのかですね、コード決済で行くのかですね、そういうのも含めてですね、どうしたが一番ちょっといいかをですね、自分でこう選んでするということになると思います。だからもうそういう感じで、クレジットカードとかではですね、いろいろヤフーカードとかですね、東急カードとかですね、イオンカードとか、オリエントコーポレーションのですね、ポイント、そういうカードとかあります。と電子マネーでしては、電子マネーの場合はですね、和音ですね、イオンとか楽天 ID とか、そういうですね、7個とかも入りますからね。そういうも含めてどういうのが一番ですね、もうセブンでしょっちゅうこう行かれる人は、7個でですね、チャージしとけばですね、いいですからね。そういうところでですね、自分にとってどれがいいのかというところですね。私の場合は、ペイペイを使おうかなと思ってますけど、まだはっきりは決めてません。まだ私としてもですね、このマイキー ID は登録してませんからですね。だから7月1日になったらちょっとしたいと思います。だけどこの工程表としてはですね、7月1日からマイナポイントの申し込み期間がありまして、実際決済サービスの利用期間というとは9月です。3ヶ月余裕がありますから、もうちょっとすぐ3ヶ月来ますからね。だけどまずこれを作ってない人は、これを早くしないと
これが、申し込んで取り組むまでに大体1ヶ月ぐらいかかりますからね。1ヶ月ぐらいかかって、市町村にの窓口行ってこれをマイナンバーカードをもらうということですからね。今もう7月もうすぐですからね。だけどこれを作ってない人はもう8月になりますからね。だけど早くしないと、まあ9月からですからね。まあ、すると一応期間がですね、一応決まってまして、大まかな期間としてですね、2020年の3月3日までということになってます。まあ、そういうことで、せっかくのですねマイナポイントですからね、私も申し込みたいと思います。まあ、そういうことで皆さんもですね、もう5000円のポイントは大きいですからね。で、買い物した金額に対して 25% のポイントがありますから、 25% ですね。 25% も大きいですからね。まあ、そういうことも含めてですね、ぜひですね、まずマイナンバーカードをですね、一番ですね、マイナンバーカードを登録されてください。その後第2番にマイナンバーポイントでですね、 ID ですね、 ID を、マイキー ID というんですかね、それをされて、それから9月から今度は決済サービスの利用開始が始まりますからですね、9月からそれを使うということになります。まあ、そういうことで今日はですね、マイナポイントのですね獲得ということで、紹介させていただきました。まあ、私が今言ったところで、こう若干ちょっとまだ変更とか変わってくることがあると思いますのでですね、まあ、私はもう大雑把に言いましたから、もっときちんとですね、調べたいとか内容を知りたいとかはですね、このマイナンバーポイントとかのですねサイトに行かれて詳しくは見られてください。まあ、そういうことで こういうのがですね始まりますからですね、ぜひその5000円をですねゲットしたいということで投稿させていただきました。まあ、そういうことで今日は終わります。どうもありがとうございました。最後になりますけどですね、もうなかなか厳しいということで、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。こういうことで終わります。ありがとうございました。では失礼します。